では皆さんお待ちかねでございます、そぼろお兄さんの登場でございます。韓国に行ったときに、この慰安婦問題で、朝日新聞、先ほど出てましたね、あの朝日新聞が捏造記事を出して、大特集を組んで、日本軍は昔から悪いことをやったんだと、そういうことを考えていったわけですね。なので、そのですね、朝日新聞の記事を見た韓国政府が宮沢喜一に、今謝ってくれ、一言謝ってくれたら、もう我々は二度とね、慰安婦問題に取り上げない、こう約束したわけです。結果どうなったか。30年間日本はこの慰安婦問題で散々批判されております。この過ちを二度と繰り返しちゃいけない、そのためにどうしたらいいかというと、ぜひ皆さんご覧ください。ありがとうございました。国的なナショナリズムでよく、まあ、僕らが知っている謝罪と買収ちょっぱりやったから、ちょっぱりとかなんかすごいこと書いてますね。そう、まあ、よく言われるやつですよ、僕らがよく言われるやつ で韓国のナショナリズムの民族主義の象徴といったらアンジュン、の手形でね、よくあるやつ、はい、そしてこの蝶々っていうのは実際の日本大使館前 の像もそうなんですよ。こういう影があるんですよ、実際のやつなんかもね。でそれ実際蝶もあるんで、だから僕のところは蝶にして、で大韓民国の形をであしらいましたと。で実際の現実の方の実物のやつは生まれ変わりっていうものを意味しているそうなので、まあ、アンジュンゴンの手のひらの上に蝶が乗ることによって、ずっと永遠と千年間変わらないという、まあ、恨みですね。なるほど。まあここに、まあ、他にもね、あのもうキムグだとか、あの牧列だとか、まあ、いろんな韓国の歴代あの反日抗日テロリストの写真だとかがバーって出てる、まあ、イーボンちゃんとか、あとはここに韓国の歴代大統領の写真だとか、まあ、動かしちゃってもいいんだけど、李承晩がいる、まあ、李承晩、まあ、李承晩から始まってバーっと、まあ、いろいろで、あの有名なあの韓国の子供たちが描いたあの地下鉄の絵だとか、まあ、これは韓国社会が認めてるっていうことですね。あれ問題にはならなかったわけだから、あんなひどい絵とか書いてる、それずっとこういうナショナリズム、日の丸火燃やしちゃったりだとか、そういうふうなことが書いてある。ノージャパンとかずらーって言って、もうこれも全部そうですけどね、竹島我が国の領土だとか、まあ、いろんなことですね。よく僕らがよく追加されてるばっかりな影になって、それで牙が抜き出しになって襲われていると。でそれはあくまでも隣に空気を膨らましているのは、まあ、我々日本人であって、そしてその新聞記事っていうのは日本の新聞なわけで、日本が撒いた種が韓国のナショナリズムに火がついて歪んだ形で今日本を日本人を襲っているっていうような形で表せればかなと思っている形ですからね。で事実だけがそこに、その黒い石碑の方にね、あれ当時の新聞広告、これがだから捏造なんですよね。捏造というか嘘によって膨らんでいくという、まあ、そういうコンセプトなんですけど、ね、膨らんじゃう、そう嘘によって、まあ、無理やりだとか、
私も連行とかね、うん、大体朝日新聞とか、まあ、あくまでも、まあ、慰安婦問題っていうのは一方的に韓国が悪いわけではなくて起源は日本にあるみたいなね。あそうですね、うん、まあ、まあね、あれがあって、あって向こう側が援助してしまったっていう、そういう悲しい話 で、うん、そしてそういう嘘によって、まあ、膨らんでいくと、嘘によってどんどん膨らんでしまったと、取り返しがつかないところに、しょうがないからね。健康なうちにダイエット。